勝時ドザタワーは東京都中央区勝時にある超高層マンションである。勝時ド五丁目地区第一種市街地再開発事業の B-1 外区に建てられた。一棟のタワーマンションでは日本最大の個数、人口数である。本校では他の外区に整備された建物等についても記載する。計画地には十全都営住宅月島アパート七棟、国館舎二棟、 民間分譲マンション2棟、店舗等平洋住宅3棟、水産庁詰所1棟の建物が立ち並んでいたが、いずれも、地区50年以上が経過し、老朽化が進んでいた。そうした中、1993年に都市計画決定された、環状2号線は地下トンネル計画を地上に変更する見直しが行われ、地区内のマンションに隣接して、高架道路が整備されることになった。 これを受け、環境の変化に対する懸念から、新たなまちづくりを進める機運が高まり、2006年10月に地元で再開発勉強会が発足し、それからわずか10年で春工を迎えた。通常10年以上の歳月がかかる再開発事業としては、異例の速さとなっている。思考区域は、約1.9ヘクタールで新月島運河に面する映外区。 清澄通りと西中通りに面する B-1、外区、駆動中付き、第816号線に面する B-2、外区からなり、鹿島建設が特定業務代行者として、再開発組合事務局運営から、設計、施行、マンション分譲まで一貫して担当。また同社、三井不動産レジデンシャル、三菱実所レジデンス、住友商事、野村不動産が再開発に、 三角見合員として加わった。新月島運河の水辺空間を活かし、敷地南側に中央区立、勝時五丁目浸水公園を整備したほか、外区棟である勝時ザリバーフロントも建てられた。ザリバーフロントは地上6階建て。低層階に保育園、お年寄りセンターを配置し、その上には18個の共同住宅を配置した。地下2階。 地上53階建ての勝キザタワーが位置する。倉庫数は1420戸で、うち102戸は事業協力者10戸となっている。1、2階に店舗、1から4階にサービス付き高齢者向け住宅などの公益施設を配置した。トライスター形状を取る首都圏のタワーマンションとしては、芝浦アイランドケープタワー、スカイズタワーガーデンに次いで3例目となっている。 鹿島建設が考案した各ウィングをずらすとともに、住宅の配置を工夫した、風車型トライスターを導入した。これによって、建物幅がコンパクトになり、近隣への影響の軽減が可能となった。また、三棟の連結部には開発した建物全体で、地震力を吸収する、世界初の精神構造、VD コアフレーム工法を搭載。加えて、 堅牢な地盤に直接建物を建設する直接基礎も採用している。水産庁の寄宿と特の地域、防災備蓄倉庫などからなる5階建ての外区棟が建てられた。また外交にはマンホールトイレやかまどベンチなども配置した。ありがとうございます。